皆さんこんにちは。数学類長の筧と申します。本年度の大学説明会はオンラインで行うことになりましたので、簡単に動画で数学類のことをご紹介いたします。ではスライドを用いて筑波大学理工学群数学類について説明いたします。ここにありますように、数学類は理工学群の6つの学類の1つです。教員数は2021年7月1日現在で34名、1学年の学生数は約40名となっています。ここにありますのは数学類のホームページのアドレスです。 QR コードもありますので、必要な方はチェックしてください。ホームページには数学類についてかなり詳しい情報が掲載されていますので、もしよろしければ後でご覧になってください。数学類ホームページからは数学類のパンフレットがダウンロードできるようになっています。アドレスはここにある通りです。ご興味のある方はぜひダウンロードをお願いいたします。このスライドで説明したことが数学類パンフレットに分かりやすくまとめられています。数学の先生は以下の4つのグループ、代数、幾何、解析、情報に分かれており、それぞれの分野の教育を担当しています。ここで情報というのは応用数学のことで、筑波大学数学類では純粋数学と応用数学の両方の教育を同時に受けることができるということが特徴の一つです。ここまで分野紹介について説明いたしました。ここからはカリキュラムについて説明いたします。このスライドではカリキュラムについて説明いたします。まず1年次では数学リテラシー、微積分、線形代数の3つの科目を習得することになっています。この数学リテラシーというのは筑波大学理工学群独自の科目で、高校の数学と大学の数学の橋渡しとなる科目です。この科目を履修することで大学で習う数学が支障なく理解できるようになります。次に2年次、3年次の科目について説明します。2年次ではここにありますように集合入門、線形代数続論、代数入門など11科目について履修します。そして3年次では代数学 1A、 代数学 1B などをはじめ、ここにある13科目について履修することになっています。ここで強調しておきたいのですが、1年次、2年次、3年次と学年が上がるにつれて専門性が高くなっていくということです。もちろんそれに応じて内容も抽象的で高度なものへと変わっていきます。最後に3年次後半から4年次ですが、以下の科目を履修することになっています。ここで最後の行に注目してください。卒業予備研究、卒業研究とあります。卒業研究は4年次に履修する科目で、ある一つの専門書あるいは論文を選び、少人数のセミナー形式で学習することになっています。この卒業研究が数学類での総まとめとなる科目となっています。ただし通常の授業では教員が教え、学生は主に受け身の立場で教えられたことを習得していくことになりがちですが、卒業研究では学生がそれぞれテーマを決めて能動的に学習していくことになります。もちろん受動的な学習から能動的な学習へとすぐに切り替えるのは難しいかもしれません。そこでその橋渡しとなる科目が卒業予備研究です。まず3年次の後半、秋学期の B モジュールぐらいから卒業予備研究を履修し、卒業研究に慣れるための準備的なことを行います。では
次のスライドで卒業研究の実際の風景をお見せしましょう。ここにあるのはスコット・カーナハン先生と彼の指導する学生との1対1の卒業研究のあるワンシーンです。いつも1対1でセミナーを行うわけではありませんが、基本的に卒業研究は少人数で行います。これもスコット・カーナハン先生と彼の指導する学生とのセミナーの風景です。この先生は外国人の先生で英語を母国語とされていますが、もちろん日本語も話せます。ここで強調したいのは、数学類では英語でセミナーをやってみたいという意欲的な学生にはその機会が十分に与えられるということです。ここでは卒業後の進路について説明します。進路は大雑把に以下の3つに分かれています。1つ目は企業や公務員への就職。企業へ行く場合はメーカーや IT 関係、それから金融関係が多いようです。次に中学・高校の教員です。数学類では教員志望者が多く、毎年かなりの数の学生が教員となっています。最後に大学院への進学です。大学院への進学者の場合は博士前期課程、つまり普通に言うところの修士課程ですが、博士前期課程で企業へ、あるいは教員として就職する人が多いです。一方で博士後期課程へと進み、研究者を目指す人もある程度います。詳しくはこのアドレスのホームページをご覧ください。最後に入試情報について説明いたします。数学類の定員は40名です。その内訳ですが、推薦入試で8名を選抜します。次に学類別入試、つまり2月に実施される個別学力検査で22名を選抜します。それに総合選抜入試で合格し総合学域群に入った学生から10名の学生が2年次に加わることになります。以上、合わせて40名が数学類の学生となります。以上、数学類の紹介を行ってきました。ここで説明したことは繰り返しますが、そのスライドにある数学類パンフレットにまとめられています。また数学類ホームページにもっと詳しい情報が掲載されています。興味のある方はぜひご覧になってください。それではこれで数学類の紹介を終わります。ご清聴ありがとうございました。